地下に避難しましょうよ。中野、まだ各界の避難が完了してねえだろうが。それより気を抜くな。いつシャッターが破られてもおかしくねえんだぞ。大丈夫ですよ。警備隊が暴れた時だって破られなかったくらいですから。だから僕らも早く避難を。全職員、地下の機密区画に避難完了しました。皆さんも早く来てください。おお、ご苦労さん。助かった。これで急いで近い。爆弾。お姉ちゃん。いつの間にこんな場所まで。一体どこから現れたんだ。おそらく飛行艇を使っている可能性が高いかもしれんが、山道から消えた部隊もその飛行艇が回収したのだろう。バカな。ならば対空レーダー網が反応しているはずだ。レーダーに気づかれずに自治州を行き来するなど。まさかリベールの異変で結社が使ったというステルス機能、それを搭載した飛行艇が使われているのかもしれん。だが今は確かめている暇はない。そのようだ。いい光景じゃねえか。この先も俺が強くなり続けるための家。悪くないアドバイスだぜ。なんだこりゃ。ボールアパートが完全にクラッシュ。なんだあの化け物は。いいところに来やがったな。てめえらにはここで犠牲になってもらうぜ。この俺の過去と弱さ、守らなきゃならねえ余計なもんの象徴としてな。へ？まさかバルトさん。はあ、お前だけでも逃げ。てめえもいたよ。化け物。ちょうどいい。てめえもこの手で。そのくらいにしておけ。わあ、
なんだあれは。鬼？お前たちは周辺の鎮火に当たれ。わかった。ジンゴ、あんたはこの辺りの連中を避難させな。うん、そうするぞ。ハゲ坊主、武器商人か。お前らも俺に力を見せてくれんのか。望みとあらば。和事の許可は得ているし、存分に相手させてもらおう。やれやれ、直接ドンパチはスタイルじゃないんだが、うちの店の近くで好き勝手やった落とし前はつけてもらおうかね。上等だ。このバルド・バレスの力、骨の髄までたっぷりと味わってもらおうか。来たか。ここは死守する。建物には近づけるな。兵ゆえの剣士どもか。ふん、元気で結構なことだ。オマロッソ。特別サービスだ。この首を取るチャンスをやろう。全員でかかってくるがいい。我らを愚弄するか。よせ、そいつは。その程度か。バカな。竿の右腕か。相手をしてやってもいいが、用があるのは貴様のボスでな。全員で仕留めろ。やっ！無駄だ。やれやれ、もう少し静かに訪問していただきたいところですが。この後も少々立て込んでいるんでな。しかし白乱竜、さすがと言っておいてやる。この社員の少なさ、俺たちの襲撃を読んでいた。一応は。あなた方のような戦争好きと正面からぶつかるほど無謀ではありませんので。にもかかわらず逃げもせずに待っていたとは。このオーガの相手をしてくれるということか。それこそまさか。あなた相手ではインドのですら分が悪いと言わざるを得ません。少々確認したいことがあってお待ちしていただけですよ。はあ、確認したいこと。何？簡単なことです。あなた方の今の契約者は一体何者なんですか？
やはり貴様はなかなか見込みがあるようだ。逃がしたか。シグムント様、ザオの部下は。申し訳ありません、手傷は負わせましたが。逃げられたか。まあいい、せいぜい闇に潜んで牙を研いでおくがいい。よし、仕上げに入るぞ。ここを爆破次第 IBC ビルに向かう。とにかく状況がどうなっているか確かめないと。セルゲイだ、聞こえるか。課長、ご無事ですか。ああ、なんとかな。警察本部が襲われたんで、支援課の方で各方面の連絡を受け持っている状況だ。警察本部か。急いで行かないと。いや、そっちはすでにソーニャの部隊が向かっている。できればお前たちは港湾区の方に向かってくれ。港湾区ですか。つい先ほど行兵の一部が天遊への使者を爆破したそうだ。そのまま IBC ビルに乗り込んでいったらしい。現在敵の主力部隊はオルキスタワーを攻めている。アリオスやダドリーが持ちこたえているようだが、警備隊の助けは必要だろう。他の遊撃士たちは市街地に放たれた軍用魔獣を片付けるので手一杯のようだ。駆けつけられるとしたらお前たちしかいない。ですが、そちらの方は大丈夫なんですか。通行人は可能な限り支援課の中に避難させた。サイトがバンをしているから軍用魔獣も近寄ってこないしな。ちゃんとキーヤもいるし、まあ心配するな。そうですか。なんとか大丈夫そうだね。わかりました、これより港湾区に向かいます。ああ、くれぐれも気をつけろ。 IBC ビル、ミラ目当てってことかな。わからないけど、とにかく急いだ方が良さそうだ。本当は襲撃されたっていう警察本部も気になるけど。はい、でもとにかく急ぎましょう。 IBC ビルにも皆さんの知り合いがいましたよね。そうね、ベルがいる可能性は高いわ。ヨナや少年も祭壇の事務所にいると思います。とりあえず港湾区に着いたところで車は止めた方がいいだろう。下手に車で近づいたらパンツァーファウストをぶっ放されるかもしれない。その危険もあるのか。了解しました、港湾区の入り口まで急ぎます。ヘイウェのビルが。まあ、あのツァオたちが簡単にやられたとも思えないけど。時間がねえ、とにかく IBC に向かうぞ。
そこまでだ。全力で行かせてもらうぞ。よし。大丈夫ですか？一体何があったんだ？何がも何も。銃を持った連中が乱入してビルから出て行けと。特殊合金製のゲートもあっという間に破壊された。赤い星座、危険度 S とは聞いていたが。アントラー！
ようだ。主任、無事でしたか。なんとか。いきなり銃を突きつけられちゃったけど。流れてる情報よりもはるかにやべえ連中じゃんか。しかもあの赤毛のおっさん、連中のボスじゃねえのか。ボスってオーガロッソか。ああ、化け物みてえなおっさんだよ。ベルは、ベルは脱出していないの。お嬢様でしたらちょうどミシュラムの方へ。ナオは逃れているはずですわ。そう、よかった。どうやら余計な民間人は全員放り出したみたいだね。一体何をするつもりなんでしょうか。わからねえな。ろくでもねえ予感がしやがる。とにかく行ってみようぜ。東通りは比較的安全です。そちらに向かってギルドを頼ってください。わかった。皆さん誘導しますから我々についてきてください。なかなかいいタイミングで駆けつけてくるものだ。おじき、てめえ。シグムント・オールランド、一体どういうつもりだ。クロスベル氏でこんなこと、罪もない人々を踏みにじって。これも帝国政府の差し金だというんですか。
言っただろう。契約についてはノーコメントと。それよりランドルフ、ベルゼルガーはどうした？せっかく直したのに、あんたの娘に壊されてな。だがあれがなくったって、あんたは俺がここで止める。赤き死神でも刀身の息子でもなく、特務支援課のメンバー、ランディ・オルランドとして。ランディ、ランディさん。ふん、抗うことに決めたか。ならばその言葉の重みに釣り合うだけの証を見せてみろ。オーガロス、シグムントを退けてな。なんて動機。本当に人間かい。貴様らが届けばここで引いてやってもいい。だがこちらもビジネスでな。制限時間は用意させてもらうぞ。何の。わからねえが、全力でやるしかねえ。どこまで持つかな。絶対に負けられない。任せてくれ。仲間との連携もそれなりにできているようだ。当たり前だっつーの。なんとかこのまま全員で押し切って。惜しいな。時間のようだ。
んてことを。クロスベルの象徴もああなっちゃ大きな松明だ。しかし赤い星座か、うちの強化両兵程度じゃ太刀打ちできなさそうだね。さすがにこういうのはあなたの流儀に反するのかな。そうですね。ですが本来戦とは非常なるもの。あの者たちはあの者たちの流儀で戦場に臨んでいるだけでしょう。なるほど。ああ、博士、いきなりどうしたのさ。え？一機目が完成しそうだって？はいはい、わかったよ。手伝いに戻ればいいんだね。というわけで僕もしばらく失礼させてもらうよ。約束の日までの見届け、あなたにお任せしていいんだよね。ええ、構いません。この地を巡る運命、しかと見届けさせてもらいましょう。一体外はどうなっているんだ。夫は、あの人は無事なのかしら。なあ、皆さん落ち着いて。今入った連絡によると、謎の武装集団が撤退を開始したそうです。安全が確認され次第、ちゃんと家に戻れますよ。そうなの。おう、エイドスよ、ご加護に感謝します。ああ、ひとまずはな。ロイドたちのやつ無事でいるといいんだが。うん、大丈夫、ロイドたちなら平気だよ。ああ、そうだな。なんだかんだ言ってやつらも成長しているからな。ひょっとしたらかつてのセルゲイ班より。はい、こちら支援課。おう、ダドリーか。そっちの様子はどうだ。何？両兵どもの飛行艇だと？大丈夫。
信できたから。
そうか、戻るのか。はい、本当なら半年は勉強させていただくつもりでしたが、いろいろ考えて戻らせていただくことにしました。あ、そっか。無理もないわ。今回の件で警備隊もかなりの損害を負ったみたいだし。まあ、優秀な若手隊員は喉から手が出るほど欲しいだろう。優秀かどうかは疑問ですけど。すみません、せっかく復興作業が一段落して通常業務に戻れた矢先に。いや、気にしないでくれ。今のクロスペルの状況で警備隊の役割は大きいしな。寂しくなりますけど、納得するしかありませんね。ノエル、いなくなっちゃうの？うん、キーアちゃんに会えなくなるのはすごく寂しいけど。そっか。でもまたいつでも遊びに来ちゃうから、それこそ普段と一緒に。ノエル、ノエルさん。妹さん、しばらく退院できなさそうだって。うん、手術は成功したし、意識も取り戻したからもう心配はないんだけど、やっぱり体力が全然戻っていないみたいで。そう。あ、先輩、そんな顔をしないでくださいよ。あの子だって警察官ですから、相応の危険は覚悟してましたし、自分にも責任があるとか思ったらダメですよ。わかった。しかし、そうなると今日がノエルの仕事納めか。はい、今日一日精一杯頑張らせてもらいます。よろしくお願いします、皆さん。ああ、こちらこそ。ノエルさん、よろしくお願いするわね。各種手続きは俺の方でやっておこう。それと晩飯は久々にどこか外にでも繰り出すか。特別に俺のおごりにしてやる。セルゲイ課長。いいですね。なかなかの太っ腹です。それなら僕の馴染みのホストクラブでも行くかい？綺麗どころを集めて豪勢な送別会を準備するけど。え？お？ありかもしれねえな。俺としては綺麗な姉ちゃんのいる店の方が嬉しいが。そういう問題じゃないでしょ。ならばミッシーショーがあるミシュラムワンダーランド内のレストランとか。そんなお店があるの？それ以前にお前ら俺の財布の中身を考えろっての。とりあえず今日は夜までに仕事を終わらせないとな。